ティブルシオ・カリアス・アンディーノは、ホンジュラスの政治家。1933年から1949年まで、独裁者として、ホンジュラスを統治していた。テグシガルパ出身。大学では法律を学び、弁護士となり、教職にもついていた。自由党の反乱には保守派から兵士して従軍し、最後は将軍にまでなった。国民党の指導者となり1933年に、 大都市所有者とユナイテッドフルーツ社の支持を受け大統領に就任する。在職中は言論統制、自由党、労働運動の弾圧を行い憲法を修正し、任期を延長した。内乱を閉定したため国内の治安は良く、軍と党を完全に掌握して一党独裁によって、世界恐慌から第二次世界大戦までを、比較的平穏に乗り切った。 本ュラス近代化を進めた面もあるが、アメリカ合衆国の利害に沿うものだったため経済の発展や貧富の差は解消されなかった。反対者の政治家、知識人、学生たちは多くが国士し、他は国外脱出した。隣国で独裁体制が打倒されると反対性活動が再燃した。共産主義体制の誕生を防ぐためにリベラルな政権を望んだ。 アメリカの圧力で選挙を実施し1948年に自ら大統領を退任したが、その後も政界に強い影響力を持った。ありがとうございます。